箱からヘルスメーターと付属品を出します。右側の付属品を出します。付属品は取扱説明書、保証書、補助足となります。ご確認ください。測るときは固く平らな床の上でご使用ください。絨毯や畳の上でご使用になる場合のみ補助足をつけてください。補助足を取り付けると厚さ10ミリまでの絨毯の上で測定ができます。補助足は裏面側の四隅の穴にはめ込んで取り付けてください。照明が直接当たる固く平らな床の上に置いて測定してください。電源は光ですので十分な明るさが得られない場合は表示部に LO を表示します。照明が直接当たる場所に移動させてください。室内が十分に明るくない場合は0.0も LO も表示されません。体重の測り方をご説明します。こちらのヘルスメーターは乗るだけで体重測定ができます。初めてご使用になるとき、または設置場所を移動してご使用になるときは、こちらのリセットスイッチを押して表示が0.0であることを確認してご使用ください。ご使用になるとき0.0以外が表示されている場合は、リセットスイッチを軽く押してください。この時、指で上から本体を押さえないでください。マイナス表示が出る場合があります。0.0を表示するには、上から押さえないよう注意して、再度リセットスイッチを押してください。表示部が0.0を表示していることを確認してください。ヘルスメーターに乗ってください。体重が確定すると数字が点滅します。ヘルスメーターから降りると表示部は0.0に戻ります。リセットスイッチを下にして壁などに立てかけないでください。リセットスイッチが壁や物などに当たらないようにしてください。